皆さんこんにちは、青木美佐子です。今日はニナスさんの日比谷店でのお茶会です。日比谷店でのお茶会は実はね、生誕祭の時に一回やらせていただいて、ですっごく可愛くて、もちろん雰囲気も好きだし、アフタヌーンティーもすごく美味しくて可愛くてお気に入りのカフェなんですけれども、今回2回目開催されるのは、じゃーん、島村さんとのコラボもあってですね、今回はちょっと、まあ、発売記念ということで、じゃーん、これはね、皆さんへのプレゼントとか入っているんですけれども、お茶会を開催することが決定いたしまして、ニナスさんのコラボをするよっていう、島村さんとコラボをするよっていう前に、もう募集はね、1月の初旬ぐらいかなに、すぐ、ま、瞬殺で、ありがたいことにお茶会は完売してるんですけれども、今回はね、だから、こう、ニナスさん発表後、初めてのお茶会ということなので、ちょっと楽しみたいなと思っています。そのね、お茶会の様子を Vlog で撮りましたので、ぜひご覧ください。それでは、どうぞ。皆さん、こんにちは。青木美佐子です。今日は、ニナスさんでお茶会があります。ということで、まずはみんなとお茶会をしたいと思います。アフタヌーンティーします。今回美佐子のお茶会にスタッフをしてくれる3人と、はじめに軽く打ち合わせをしながらお茶会をさせていただきました。アフタヌーンティーもボリューム満点です。りなちゃんです。ありがとうございます。かわいい。はい、まどかちゃんです。私の同じ職業、ナース仲間です。今日はピンク色コーデにしてもらいました。うめちゃんです。かわいい白い小物が襟と合っててめちゃくちゃかわいいです。いつもありがとうございます。はい、ということで、ニナスさんのアフタヌーンティー、季節のアフタヌーンティーです。結構ね、ボリューミーな感じで、私はスコーンが一番おすすめです。あとバラを浮かべた紅茶とかもあります。そして今回はニナスさんと島村さんコラボのものも置いています。こんな感じでお茶会をしたいと思います。かわいい。はい、みんなでお茶会します。じゃあどうぞ皆さん召し上がりくださいませ。かわいい。どうぞ。今回お茶会が2部制なので、スタッフさんと段取り打ち合わせしました。お参りいただきありがとうございます。今回は、ニナスさんと島村さんのコラボが発売になったんですけど、それを、記念して、2回目ですね。この間は生誕祭でお茶会をやらせていただいたんですけど、今回は2回目でお茶会をやらせていただこうと思って、今日はお集まりいただきありがとうございます。すごい、コラボを来ていただいてありがとうございます。そうなんです。私母なんです。すいません。56なんです。あ、本当です。今回の美佐子主催のお茶会は、ドレスコードをピンクにさせていただきました。もちろん全身ピンクじゃなくても、どこかにピンクが入っていれば大丈夫なので、ハードルは低めだったと思うんですけど、皆様おのおの私のコラボを着てきてくださったり、可愛いロリータで来てくださったり、ピンクハウスで来てくださったりなどなど、コーディネートがとっても華やかで、ニナスさんのお茶会会場もすごく華やかになりました。本当に来ていただいてありがとうございます。そしてトークショーでは、今回3人のスタッフさんにニナスのコラボ、島村さんコラボのお洋服を着ていただいていたので、
デザインのポイントなんかを説明させていただきました。今回のお洋服の受注期間は2月の11日の日曜日の23時まで島村さんのオンラインにて受注受付中です。今回のお洋服たちも受注しないと買えない商品になりますので、ぜひ受注忘れのないようにお願いします。美佐子は一押しはニナスさんのオリジナルのプリントのピンクが一押しです。ピンクの色はそんなに濃いピンクではないので、割とシンプルに着れるかなと思いますし、まあ、カーディガンをね着るとよりシンプル感も増すので、カーディガンを着ていただいても可愛いと思います。ゴムなのでとっても着やすいので、サイズはぴったしのサイズで買っていただいても大丈夫だと思います。ちょっと大きいサイズを買っちゃうとちょっと緩くなりすぎちゃうんじゃないかなと思うので、その辺は島村さんのオンラインの方にサイズ表記がありますので、そちらをぜひぜひチェックしていただければと思います。今回来ていただいた方の中でも本当にたくさんの方が予約したよって言ってくださって、とっても嬉しかったです。生地のアップがこんな感じになります。ベージュカラーはこんな感じでシンプルな感じのトワルドジュイっぽい柄になってるんですけど、こちらニナスさんのオリジナルのプリントなので、マリー・アントワネットがいたりとか、ベルサイユ宮殿の入り口が描かれていたりしています。そしてツーショット写真会になります。美佐子のお茶会では必ずツーショットで写真を撮らせていただいています。直接ファンの方々とお話しできるのはとっても楽しいし嬉しいので、とっても楽しい時間を過ごしました。第1部これで終了です。I love ニナス。今回第2部になるんですけれども、お茶会を始めたいと思います。よろしくお願いします。今日のメニューなんですけど、季節のアフタヌーンティーというのが来るのと、紅茶が今回特別にいつもアフタヌーンティーはではついていないマリー・アントワネットっていうニナスさんの一番代表的なお紅茶を飲めるようになっているので、それがリンゴとあとローズの香りを基調とした、お茶になってるんですけど、リンゴとバラになってるんですけど、これもニナスさんのオリジナルの柄なんですけど、一応紅茶とリンクしているので、そちらの紅茶を。2部も入れ替え制で、また新しいファンの方が座っていただいています。同じような内容にはなるんですけれども、第2部もお洋服ニナスさんコラボのお洋服の解説をさせていただいたり、皆様からの質問にお答えしたりさせていただきました。ニナスさんと島村さんのコラボのワンピースの受注をたくさんの方にしていただいているようで、いろいろ柄だったり形だったり皆さん興味津々に聞いていただいて、とっても嬉しかったです。受注は2月の11日の日曜日23時まで島村さんのオンラインにて受付しています。そしてテーブルごとで写真も撮らせていただきました。アフタヌーンティーをバックに撮るととっても豪華な印象になるので、アフタヌーンティーとともにお写真を撮らせていただきました。皆様おのおのお写真を撮ったり、アフタヌーンティーを食べたりお話ししたりしていただいていて、私はその間にツーショット写真会をしています。やっぱりこうツーショットで写真を撮るときはいろいろとお話しすることもできるので、とっても楽しい時間です。せーの、アイラブニナス。一部と二部無事終了しました。ニナスさん日比谷店かわいいので、ぜひ皆さん行ってみてください。ニナスさんオリジナルプリントのベージュカラーのワンピースになります。梅ちゃんに着ていただいているのはガラガラのワンピースです。梅ちゃん身長が100
58でこのぐらいの丈感です。で白いバッグと白いベレー帽を合わせてこんな感じでコーディネートしていただきました。ありがとうございます。リボンが取り外しできる黒のワンピースはピンクがポイントになったピンクロコーデがおすすめ。まどかちゃんに着ていただいているのは黒のワンピースです。まどかちゃんの身長が157くらいです。で、ピンクのバッグと合わせていただくとリボンがピンクなのでベレー帽もピンクでちょっとくすみピンクと合わせるとピンクロコーデになります。こんな感じで後ろを振り向いていただくと後ろも全ゴムになっているのですごく着やすい、そしてたくさん食べれるワンピースになってます。そしてリボンは取り外しができるようになっているので取り外していただいても大丈夫です。ありがとうございます。モカベージュカラーはリボンがきなりカラーでとっても上品で大人っぽいです。みなちゃんに着ていただいているのが、ベージュのワンピースになります。リボンは取り外しができるタイプになっています。で茶色に合わせてもらって茶色コーデで、茶色のベレー帽を合わせていただきました。で靴もね茶色にしてもらってます。はい、こんな感じで合わせていただくととっても可愛いです。ニナスさん4姉妹ということでお洋服とっても可愛く出来上がっています。ぜひご予約お待ちしています。美佐子着用のワンピースはオリジナルプリントのピンクです。はい、ということでニナスさんのお茶会が終了いたしました。こちらのワンピースの受注期間が2月の11日の23時まで島村さんのオンラインストアで受注受付中なのでぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてみなさんの日比谷店英語出口からすぐ直結にあるのでぜひ皆さんお茶会もしに来てください。バイバイ。はい、ということでどうでしたか。お茶会の様子すっごく華やかですよね。あの日比谷駅からも直結で行けたりとかするのでぜひ皆さんも日比谷店、ニナスさんの日比谷店にお茶しに行ってみてください。ということで青木美佐子でした。それではバイバーイ。ニナスさんコラボよろしくお願いします。島村さんで売ってます。